いました。ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機。サルトビ、お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されぬ。その旨肝に銘じておけ。夫婦取るね。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。かかし先生はああ言ってたけど。けどやっぱり、俺は。よし。大将、団蔵の元に向かおうとしてたね。行かせないよ。君を見張っているようかかし先輩からことづかっているからね。俺は団蔵に会って確かめなきゃいけないことがあるんだ。わがままを言わない。先輩に言われたんだろ、冷静になれって。それでも俺はじっとしてられねえんだ。押し通る機会、大和隊長が譲ってくれないならな。仕方ない。そっちがその気なら少し強引に拘束させてもらうよ。Thank you.
戦闘開始。ヤマト隊長、俺の邪魔をしないでくれ。こいつはいないぞ。上司相手に本気で攻撃してくるかい？普通だってヤマト隊長が。ああ、やっぱりこうなったか。かかし先生、どうにかしてくださいよ。全然言うこと聞かないんですよ。ことサスケについてお前が踏みとどまるわけないと分かってはいたが、このままじゃサスケはやられちまう。だから俺は。とは言ってもな、団蔵はもう木の葉にいない。五影階段参加のために鉄の国へ向かったからな。五影階段。世界は暁の存在を野放しにできなくなってきた。美獣の力を手に入れた奴らは今や大国をも脅かす存在になっている。だから今回各里の五影が集って暁の対応策を協議し合うことになったんだよ。
の発端は雲隠れでの一件だ。雲隠れってさっきキバが言ってた。まあ俺の方でも調べてみたが、サスケが雲の人中力に手をかけたことは事実らしい。そしてそれが雷影の怒りに触れ、会議の引き金となった。やっぱりサスケは暁にやがんのか。ここまで大事になってしまっては今の君にできることなんて。だったら俺は雷影に会いに行く。そんでサスケのことを許してもらえるよう説得する。おいおい、急に何を言い出すんだ君は。五影が集おうとしている今、どの里も過激な任務や行動は自粛するのが決まりだよ。暁を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれた。キュービの力が暴走した時、俺の中で四代目と会ったんだ。その時に面の男が黒幕だって言ってた。16年前のキュービ事件もそいつがやったって。とんでもなく強くて四代目も手が出せなかったって。前の戦いでナルトがキュービ化したことは聞いていた。どうやってそれを沈めたのか気にはなっていたが、やはり四代目湊先生が絡んでいた。先生がナルトを救ってくれたんですね。暁を操ってる。サスケも同じだ。あいつは面の男に利用されてるだけなんだ。だから俺は雷影に会って本当のことを伝えたいんだってばよ。先輩、以前ジライア様から聞いたことがある。16年前の事件の黒幕、その可能性の話を。正直聞いた当時は半信半疑だったが、実際に黒幕と戦った4代目の話に嘘はないだろう。キュービを操る力、そして木の葉に対する憎悪、それらが該当する人物、それは内葉マダラしかいない。マダラですか。確かに彼の名を聞くと何があっても不思議じゃないと思ってしまいますね。これは好き嫌いを抜きにして五影階段に向かった団蔵に知らせておく必要があるな。わかりました。僕の方から連絡を入れておきます。加賀先生、俺は。ナルト、四代目はお前に何て言った？父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろう。
を信じてるって言ってくれた。よし、お前は雷影のところへ行け。ま、俺とヤマトはナルトの付き添いね。え？なんでそうなるんですか？ナルト、四代目が信じた道をお前はまっすぐに進め。俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。よし。寒い寒い。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動って。しかし遅いね、あいつ。まさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。っていうか、姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえ、サスケ。五影会談。ああ、五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる？団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。今では六代目火影を名乗っているらしいがな。断層、サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。絶。サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。戻ってきたようだ。ごめんごめん、ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ、おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。はあ？それで、どうだった？さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え？それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの？いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな、裏口まで案内するからさ。行くぞ。
さすがに鉄の国は寒いですね。ここに雷掛けがいるんだな。ああ、ここまで来ればもうすぐだ。行くぞ。おっ。出てこい。そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。ふん、分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か？それを承知の上で、今日はお願いがあってきました。願いだと？サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉とクムが殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ、もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし、悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちがサスケ。雷影様、手を出すな。あれごとき運動にもならん。落ち着け。許さねえ。